んにちは。アスリート個別栄養サポートの北みのりです。今日はですね、アスリートにも人気レシピのホットケーキミックスで簡単キッシュを作っていきたいと思います。キッシュってハードル高く感じませんか？でも食べたいってなるときありません？あります。女子に人気ですよね。そんな時に活躍してくれるのがお家にあるホットケーキミックスです。私は米粉オリジナルブレンドを使用しています。市販のものでももちろんできます。気になる方は前回投稿したこちらをご参照ください。キッシュのいいところは卵や豆乳など複数のタンパク質が取れることに加えてお野菜やお子様が食べづらい食材も入れちゃえば美味しく食べれるところもいいですね。いろんなものをちょい足ししてアスリート風に仕上げているのでそのあたりもぜひ参考にしていただけたらなと思います。では早速作っていきましょう。材料、外側の生地はホットケーキミックス 150g、 オリーブオイル第3、豆乳第2、塩1つまみです。私はミネラル豊富なカイエンヌチマースを使っています。具材、ベーコン、私はできるだけ添加物の少ないものを使用しています。3枚くらいです。ほうれん草3束、お好きなお野菜です。今回は玉ねぎも入れました。卵液、卵2個、無調整豆乳 250g、 チーズ1つかみ、塩コショウ適量、私は塩麹ペッパー使用しています。塩麹、卵がプルプルになるので消化吸収にもいいですね。グローブなくても OK です。いかがでしたでしょうか。このキッシュ、小さいカップで作っても良さそうですね。ちょっと豪華ですが、お弁当のおかずにしても良さそうです。麹の力でプルプルのキッシュになるだけでなく消化吸収をサポートしてくれるのもいいポイントですね。かぼちゃや芋類を入れて糖質多めのキッシュにしてもいいと思います。ホットケーキミックスのいいところは手軽なだけじゃなくちょっと甘めがあるのでクッキーみたいな生地になってお子様も食べやすいところです。結構この甘みっていうのがポイントですごく選手に人気です。で、私はこの米粉ホットケーキミックスをこうブレンドしてこう常備しておいていろんなところにこう応用して使っています。なのでぜひいろいろ試してみてください。アスリートバージョンはいろんなプラスアルファがありましたが他にもいろいろプラスアルファできそうですよね。ちょい足しで日々の栄養素プラスアルファしてパフォーマンスアップしていきましょう。私の動画ではこのように背を高くしたい、体を大きくしたい、バテにくくなりたいというアスリートへ向けて情報を発信していきます。お悩みについて詳しく知りたいという方は説明欄に LINE の追加方法があります。私の LINE に追加してもらうとセミナーやイベントの情報が届くようになっているのでぜひ興味がある方はそちらに行って学んでいただけたらなと思います。あとはこの動画がちょっとでもいいねと思ったらコメントと一緒にいいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。じゃあねー。